はい、こんばんは。皆さん、さすらいのあきんどうです。マジンガー Z のプラモデルの制作ですね。本体の方がですね、ほとんど完成したので、そちらを動画にしていきたいと思います。細かいところにですね、ついていなかったパイルダーのローターの部分ですとか、本体の墨入れですね、本体の墨入れあまり目立たないようにですね、軽めに墨入れしてあります。それとですね、まあ、ウレストファイヤーのちょっとダメージのですね、墨入れがちょっときつかったので、まあ、少し落としてですね、まあ、シルバーとかを入れて、塗装がほぼ、完成して、今回ですね、ちょっと木のベースですね。木のベースにこう、乗せてみました。で、これでほぼ本体が完成という形になります。はい、ではせっかくですね、電飾の方を加工したので、ちょっと光らせてみたいと思います。この状態で、まず光子力ビームですね。光子力ビーム見てみたいと思います。こんな感じですね。光らせるとやっぱり目のところのシルエットが良くててですね、いい感じなんじゃないかなと思いますけれども、やっぱりちょっとこの頭の部分の遮光がちょっと甘くてですね、パテで埋めたんですけども、若干この辺からですね、隙間からちょっと光が漏れてるっていうのは、まあ、若干残念なところなんですけれども、やっぱり目が光ると、非常にいい感じになってると思います。ちょっと、明かりを落としてみるとこんな感じですね。こんな感じになります。まあ、光らせないとですね、目の黄色いところがわからないんですけれども、光子力ビームを光らせた時の感じはこんな感じですね。なかなか我ながらいい感じだと思います。はい、次ですね、ロケットパンチの方をちょっと光らせてみたいと思います。やっぱ電気のついている状態だとよくわからないですね、ロケットパンチの方は。こんな感じなんですけども、ちょっと明かりを落としてみますね。明かりを落として初めて、やっとわかるロケットパンチなんですけども、まあ、これぐらいの明るさだと、まあ、ジェット噴射で飛んでる感じが、よく出てるんじゃないかなと思いますけども、こちら特にですね、後ろの方から見ると、パンチが飛んでいく感じに、なってるんではないでしょうかと、自分では思っています。やっぱりですね、このパンチのラインが少しずれているっていうのが、まあ、やっぱり気になりますね。パンチがちょっとずれて飛んでる感じがするんで、この辺はやっぱりきちっと、軸を合わせておくべきでしたね。まあ、出来上がっちゃったんで、もう、どうしようもないんですけれども、ロケットパンチがこんな感じの電光エフェクトになります。そして最後の電飾ですね。こちら胸のところに仕込んだブレストファイヤーですね。ブレストファイヤーをちょっと光らせてみたいと思います。ブレストファイヤーを光らせます。こんな感じですね。やっぱりどうしてもですね、中に LED を仕込んで、まあ電球が光ってるなっていう感じが否めなくて、胸全体のブレストファイヤーが綺麗にボワーンと光るっていうのはちょっと難しかったと思いますね。これもちょっと明かり落としてみますね。ちょっと暗くしていきますと。こんな感じですかね。まあ、この状態だと少し、ぼわっと光るっていう感じになったんですけども、途中で動画にある通りですね、ここにある玉が1個、原因は分かったんですけども、電圧のかけすぎで、こっちにあるはずの LED が飛んでしまったんで、もし2つですね、きちっと光っていれば、もうちょっとブレストファイヤーっぽくなったんじゃないかなと思います。で、左側のですね、まあ、ダメージ表現も、まあ、ちょっと墨入れを、がくどかったんで落としたんですけども、まあ、パリンとですね、攻撃で割れた感じっていうのは、まあ、ある程度表現できたんじゃないかなと思いますんで、皆さん、見られていかがでしょうか。はい。あとですね、全体の塗装についてなんですけども、まあ、ゴムとか当然塗装できないんですけども、それ以外のですね、ボディの部分については、黒いサーフェイサーですね、黒サフですね、黒サフをベースに拭いて、その黒サフをベースにして、ちょっとずつトーンの違うですね、青とかですね、真っ白、グレーを拭いて、いわゆるグラデーションですね、グラデーション塗装にしてあります。こんな感じですね。で、ツヤはですね、後からクリアを拭こうかなと思ったんですけども、ラッカー系の、カラーを拭いたらそれなりにツヤが出たんで、まあ、マジンガー Z のツヤとしては、まあ、黒金の白ってやつですね、まあ、これぐらいでいいかなと。まあ、テカテカにするよりも、まあ、自然なツヤで、これぐらいの、なんか合金っぽいというか、超合金 Z ってやつですね。の感じが、これぐらいのツヤでいいんじゃないかなという感じで、いいツヤになったんで、特にクリアは吹かずにですね、
そのままのですね、塗装の艶を生かして、こういったグラデーション塗装にしてあります。まあ、グラデーション塗装にするとですね、まあちょっとマジンガー Z 自体に重みが出るので、まあ、これはこれで良、かったかな、というふうに思ってますので、塗装はまあこんな感じで、まあ、本来のゴムがですね、やっぱどうしても、塗装できないっていうのはあるんで、そして手の部分ですね。手の部分もやっぱり塗装できないゴム素材だったので、墨入れはしてありますけども、若干やっぱり色の感じのですね、違いは出てるかなという感じですけども、まあ、全体的なバランスはそんなに悪くないんじゃないかなと、自分では思ってます。はい、それでですね、今回マジンガー Z の、まあ、制作がほぼこれで、完了した形になるんですけれども、まあ、あのベースのですね、は、こう、木の台ではなくって、ちょっとジオラマ仕立て、まあ、いつもの通りですね、ジオラマ仕立てにしたいなと思ってるんで、本体の作成が終わりましたんで、次はベースですね。ベースと機械銃ですね。機械銃もちょっと頑張って、フルスクラッチで、どんな風になるかちょっとわからないんですけども、フルスクラッチで頑張って作りたいと思います。ただ、マジンガーは、なかなか、自分なりには、まあ、ちょっと反省点はめちゃくちゃいっぱいあるんですけども、まあ、ちょっと、まあ、アニメっぽい感じのマジンガー Z がちょっとリアルになった感じ、どういう意味やっていう感じですけども、まあ、新作映画のですね、マジンガー Z インフィニティとはちょっと違うベクトルになるんですけども、まあ、いい感じにできたんじゃないかなと、自分では思っていますが、皆さん見られていかがでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。サースライのアギンドでした。